はようございます、本日の入荷速報です。この暑い中結構これ肉厚いですね。 0.9 のヒラメです。はい。そして七分鯛の子供 0.5、 今日1匹しか取れなかったです。ドラゴンの子供、はい、0.5 です。はい。そして水イカ 1.2、 はい。水イカはいつものようにキロ2000です。はい。そして中物、今日は金福です。はい。金福も少なくなってきました。そして、今日は世帯も少ないですね。 2匹の身、はい、水イカの赤ちゃんですね。これ新子もんです。はい。そして、大煮部の子供ですね。はい。でこれは水ガマスの中にちょっと今日は赤ガマスが、大ガマスが1本入ってます。はい。それからマアジですね。マアジも今日はもう本当少なかったです。もう暑くて魚も少なかったんだと思っています。以上が注文です。続いて小物です。小物ちっちゃくはありませんけど、これツムブリと言います。これがですね、ブリもどきでブリとかと一緒に泳いでるんですが、これはかなり暖かいところにいて、大体沖合で、取れるんですけど、この子が1キロとか2キロとかになったら、ものすごく脂が乗ってて美味しい魚です。もう全然臭みはございません。そしてちっちゃいんですけどね、ヒラスズキで、これは練り子ですね。はい。そして、定番小アジです。はい。続いて、老人老人アジの子供ですねに、いろいろ入ってます。マケラとかほんの少量入ってます。はい。そして、今日少ないですね。 2.1 キロコールメイス。はい。以上です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。